です。あと10分。するターボマップというファイルなんですけど、ここに導線がはわれたんです。でこの中は分析用の PC が入っている部屋なんですけど、そこからこうやって導線が引かれて、あの中を通ってですね、ここまで来てます。でここからこのクレーンを使って横に出して検査を下ろすという観測をします。あ、この尻尾の最後のロープがつながってるだけですね。あと7分でタグボートが引っ張られるところまで行ってみたいなので、上に行ってみたいと思います。行き止まりになっちゃう。ここ行き止まりだ。まだ階段の上がってない。ダメだ、ここ分かんない。こっち側そのまま行って。はい。もっともっともっと行って。こっち側。こっから入れるか。構造が難しいんですよね。はい、あ、取れた。いよいよタグで引っ張ります。ちょっとテンションかかってますね。あと5分です。また明日だ。まだついてないかな。八戸は
時ぐらいですね。これなんか株島神社が燃えたらしいですね。何しも株島神社って知らない？どこですか？八戸の。あ、知らないか。有名ね。海猫で有名な。燃えたってどこですか？火事？火事で燃えちゃったらしい。ニュースなんでしょ。見えるんですね、もう港から。何の火事ですか、不審火みたいな感じ。神社の火事多いですもんね、やったらと。ちょっと結構古い住所があるかと思った。ああ、そうなんだ。結構ひどい感じですね、全焼に近いです。出しましたね。あ、なんかスクリューが回ってるっぽい。さあ、離岸、ついに離岸。危ない危ない危ないよ。離岸します。ちょっと動いてます、もうすでに。いよいよ離岸しております。しばらくあの出口までですね。タグボートで。引っ張ってもらいます。ちょっと逆光きついな、見えるかな。あのタグボートで今ちょっと引っ張って出口まで行きます。さあもう終わりだよ、関根浜。あっちから出ていきます。離れた。まあ、まあ、例出してもいいだけどだろう。前はそうするだけど。あなたたち鈴木部屋があるからね。
に出たね。
新兵器導入しました。あれ使ってないですか、まだ。そう、撮ってみないとよくわかんないんですよ。これすごいですね。これね、これがブレないですね。最初これ買ったんですけど、頭はやっぱブレちゃう、重さで。これ頭につけようと思った。あ、だからこういう軽いのじゃないとダメですね。これ結構重さが、うん、小さいんですけど重いですね。ここだとなんか、多分映像はそんなブレてないんですけど、もう自分の頭なんか鬱陶しいから。意外と重たい。そう、それぐらいだと多分ね、いいんですよ。いや、軽いです。これ全然軽いですね。はい、バッテリーはどんぐらいですか？よくわからない。意外とはこの程度のやつはバッテリーが厳しい。映像はすが素晴らしいんですけど、3時間撮ってもすぐ。そうですね、だから2時間撮ってトリッパで、うん、結構熱くなるし、うん、解像度は素晴らしいんですけどね。